このクソ暑いのになんで走んなきゃいけないのよ。バカじゃないの。ランナーズハイもどう起こせば中毒症状を起こすそうよ。気をつけて。私は仕方がないんじゃない？ランニングなら私が付き合ってあげるからさ。いや、さすがにこの年であのジャージは着れないわよ。せめてフロントがフルジップだったらまだマシなんだけど。それに足んとこにゴムついてんだよ。はいはい、それじゃあさっさとかけっこ始めましょうか。兵隊さん、走れ走れってね。ああ、本当に行っちゃったわよ、あの二人。この暑い中を走って何が楽しいんだか。ママね、最近少し太ったって言ってたから、きっとダイエットする気なのよさ。それで私たちはどうしましょうか。別に何もしないでいいんじゃないねえ、ユミコ。そうね、何をしろと決められているわけではないし。たまには日に当たりなさいといった時間だから、常識の範囲であれば何をしていても構わないのではなくて。私は向こうの木陰で読書をさせてもらうわ。私はただこんな暑い日には木陰でレモンソーダでも飲みながら静かに読書がしたいわねとつぶやいただけなのだけれど。気がつけば心優しいメイドさんが用意してくれていたのよ。お望みでしたらミチル様の分もご用意いたしますが。悪くはないんだけど、私ってば一箇所でじっとしてるのってどうしても苦手なのよね。お好きになさいな。くれぐれも私の邪魔をしないように。ち、あの女、言いたいことだけ言って言っちゃったわよ。
私は自己鍛錬を始めるのよさ。自己鍛錬って、あんたは何する気よ。お、そうな、まずは軽い有酸素運動で体の中の窒素を抜いて、それから風見流スーパー護身術の訓練をしようと思っているのよさ。はあ、何それ、スーパー護身術？なんかうさんくさいわね。あんた、なんか最近ユージと仲良くしてると思ったら、そんなもの習ってたわけ？そんなものとは何ですか？絶えず弱者が被害者となるこの世の中で。護身術はとても大切なのよ。しかもスーパーなのよ。決して侮ってはいけないのよ。まあ言いたいことはわかるわよ。でもそんなもの習って実際に効果なんてあるの？疑うのならば試してみるがよろしい。どこからでもかかってきなさい。言ったわね。じゃあ行くわよ。それ。俺のどの辺がスーパーなのか、私に分かるように教えてもらえる？え？チルチルって毎日から教えないと分からない人？覚えて変な自信つけちゃうより、まずは大声で人を呼ぶ練習をしておくのが一番なんだって。何よそれ、結局人頼みじゃない。いえ、でもそれで間違っていないのだそうですよ。大声で人を呼べば相手は大抵動揺しますし、実際ミチル様も思わずマキちゃんを掴んでいた手を離してしまいましたよね。そりゃあまあ急にあんな大声出されれば誰だってびっくりするし。サミさんがおっしゃるには、実際の路上強盗などの場合、大抵の犯人は最初に大声を出すなと脅してくるそうですが。それは転ずれば
大声を出されれば仕事にならないからです。犯人に逆らわず言う通りにしていればいいという考え方もありますが、一度犯人にこいつは逆らわないやつだと思われると、要求は次第にエスカレートして、最後には殺害に至るといったケースも少なくはないそうです。そこでまずは大きな声を出す。大きな声を出されれば犯人は必ずびっくりして誰かが来たら捕まるかもしれないと考えるのよさ。そうなるとやけを起こして相手に怪我をさせるより、このまま何もしないで逃げた方がいいって考えるのよさ。なるほど、なんか一理あるような気がしてきたわね。でも諦めの悪い犯人だったり、周りに誰もいないような状況だったらどうするのよ。意味なくない？ところが意味はあるのよさ。大声を出すことで全身の筋肉が適度にほぐれるから、恐怖で萎縮していた筋肉が動くようになるのです。反撃に出るのはそれからなのよさ。反撃？何をするのよ。チルが犯人役ね。ナイフを持った路上強盗、いい？あー、はいはい、ナイフね。右手、それとも左手？どっちでもいいのよさ。と言いつつ、私も利き腕の右手を体の後ろに隠す。何か武器を隠し持っているのかと一瞬警戒したね。そしてじりじりと焦げつくような睨み合いが続くのよさ。この間にも犯人は強行するか逃げるかでずっと悩む。悩みながらも体の後ろに隠された私の手の動き、肩の動きに意識が集中する。ほらほら、何が飛び出してくるかわからないのよ。ナイフかもしれない、ピストルかもしれない。何かもっと簡単なエアスプレーを吹きかけられたり、例えば携帯電話を投げつけられても隙はできる。そんなことを考えていると私の動きから目がそらせない。どんどん集中する。右腕一本を隠すことで相手の動きを牽制しつつ、
相手の思考すら支配する。そこで相手の意識外にスッと体をずらしてしまえば一瞬見えなくなったと錯覚する。そして素早く肉吐く。ミチル様、しっかり。このままでは惨めに逮捕されてしまいますよ。反撃です、反撃してください。横合いから軽くパーンとパンチを放てば勝手にカウンターになって脳震盪を起こします。はい、パーンとね。こう相手の眼球がブルンと揺れて目を開いたままばったりと倒れ込んだらチャンスです。
ブーツを履いた足で相手の喉を思い切り踏みつけて呼吸器官を潰すか、腹を蹴って内臓を破裂させるのよさ。こんな感じっけ。その場を立ち去り、最寄りの警察に駆け込んで叫ぶ。助けてください、私暴漢に襲われたんです。はい、叫んで。助けてください、私暴漢に襲われたんです。そっか、こっちが被害者だってアピールしながら戦うの忘れてた。頭突きとか蹴りを入れるときにね、大きな声でやめてくださいとか助けてくださいって叫びながら攻撃するのよ。いい？これ大事よ。過剰な暴力を加えて相手の反撃能力を抹殺しつつも被害者面、まさにスーパー護身術だね、マキちゃん。チルチルだからうまくいったけど、実際は大声出すだけにしとけってお兄ちゃんは言ってたのよさ。格闘術はまず大声を出す勇気を得るために習うものなんだってさ。戦うために習うんじゃなくて、安全に逃げるための護身術ってわけだよね。そういうことなのよさ。何、綺麗にまとめようとしてんのよ。そうよ、あまりあの体力バカの言うことを真に受けない方がいいわよ。お？あまね？もう戻ってきたの？やっぱ無理、暑い。学校の周りを一周走っただけでドロドロ汗が出てきた。人の走れる気温じゃない、死んじゃう。お兄ちゃんはどうしたのよさ。あいつ人間じゃない、
涼しい顔してそのまま駅の方に向かって走っていったわ。あれはサイボーグよ。そういえば以前風見さんもご自身で俺はそういう風に作られた人間なんだっておっしゃっていましたしね。ていうか、なんでミチルは泥だらけでぶっ倒れてるの？なぜなら、それは私が被害者だから。ごめん、私バカだから全然意味がわからない。ちょうどいいところでチャイムね。それじゃ現代文の授業はここまでにしましょうか。ってことは、待ちに待ったご飯の時間なのよ。一日お預けを食らった豚のようにみんなでブヒブヒ言いながらむさぼり食うのよさ。今の言葉遣いの悪さは見逃してあげるけど、ご飯の時はお行儀よくね。うーい。それから午後の授業は音楽だから教室を間違えないようにね。音楽の授業って久しぶりかも。他の学校と特別違うようなところはないと思うけど、合唱が多いわね。ほら、モルジブとか。それってもしかしてモルダウのこと？あれ、それって株価のことじゃなかったっけ？うん、全然違うんだけど、もうモルジブでいいや。次の授業では楽器演奏をやるって、髪がロールキャベツみたいになってるあの先生が言ってたのよ。なんでも
自が好きな楽器を持ち寄ってみんなで一つの曲を演奏するらしいのよさ。前回の音楽は2週間くらい前になるけれど、そんなことを言っていたかしら。まあ、妄想力豊かなユミちゃんには別の言葉に聞こえたかもしれないけれど、私は確かにそう聞いたのよ。それだけ自信があるなら本当にそう言ったんでしょうね。でも急に好きな楽器って言われてもどれにするか迷っちゃうわよね。だったら昼休みの間に決めておけばいいじゃない。決めるって、わざわざ音楽準備室を開けてもらって？忘れたの、アマネ。このクラスにはサッチがいるのよ。あ、なるほど。ミチル様の言いたいことは分かりました。お望みとあらばこの小峰幸喜んで裸になりましょう。って誰が学校でストリップをやれって言ったのよ。ミチル様はその両刀かと思っていたのですが、違いましたか？もう全然違うわよ。ツンデレだけでも大変なのに妙な設定追加しないでよね。どさくさに紛れてツンデレは設定って言っちゃってるし。浅はかね。まあいいわ。とりあえず試しに一つ楽器を用意してみてちょうだい。それは構いませんが、どの楽器にしましょう。そうね、じゃあ無難なところでソプラノリコーダーなんかを。はい、わかりました。お待たせしました。こちらになります。うんうん、確かにソプラノリコーダーね。ってこれ、裏に私の名前が彫ってあるんだけど。リコーダーには紛失と誤用がつきものですから、事前に名前を入れさせていただきました。
ということはもしかして頼めば私たちの分も？はい、漢字で8文字以内でしたら。ではでは、ちょっとブルっちゃったチルチルに代わって、ここからは私が進行を務めたいのだけど。各自自分がやってみたいと思ってる楽器を殺人にリクエストしていくって感じでいい？よし、じゃあ野郎ども、5分以内に楽器のリクエストを決めるようにするのよさ。はい、リクエストされたものは一通り用意できました。リコーダーよ。あ、あれとリコーダーよ。笑いたければ好きなだけ笑うといいわ。そうそう、ユミちゃんっていいとこのお嬢様だから。邪魔す邪魔すって10秒に1回くらい喋るおばちゃんにバイオリンとか習ってるイメージだったのよさ。その芸術に関する習い事は何もしていなかったのよ。だから満足な演奏ができるようなものは小さい頃に習ったリコーダーくらいしか。榊さんも可愛いところあるんだね。スオさん。ごめんごめん、ついからかいたくなっちゃって。なら、スオさんはどんな楽器にしたの？私はこれよ。やっぱり女子学生に似合う楽器って言ったらギターでしょ。確かにスオさんには一番似合ってる楽器かもね。そう？まあ、なんていうか、ライブとかやった後に雪吊りの男とトイレでエッチなことしてそうなイメージ。
あんたたちはどうしても私をビッチにしたいみたいね。まあでもギターのコードは3つくらいしか知らないんだけどね。何よ、全然ダメじゃない。じゃあそういうミチルは何にしたのよ。ふふふ、私はもちろんこれに決まってるじゃない。そう、知的な私にぴったりな楽器でしょ。いや、全然。まったく似合っていないわね。むしろ、楽器がかわいそう。この際、頭のツインテールで音を奏でてみてはいかがでしょう。なんで私だけコメントが辛辣なのよ。っていうか、重う、ハープ重う。木琴。おまけに端から順に叩くだけでお知らせのメロディーになりますしね。覚えたてのチンパンジーじゃないんだからね。じゃあマキナは何の楽器にしたのよ。私はシンセにしたのよさ。といっても楽音を合成する機能は備わっていないので、キーボードといった方が分かりやすいかもしれません。それよりそんな大きなものどうやって用意したの。これはさすがにロッカーの中で保管できませんので、速やかに音楽準備室に侵入して確保してきました。侵入ってね。結局のところ最初から音楽準備室に行っておけばよかったって話よね。例えば。
この前お兄ちゃんがチルチルのツインテールを褒めてたのよ。え、本当？とか。人を実験台にするな！他にも。あなたの中で私がどんな人間になっているのかは知らないけれど、やらないわよ、私は。もう、ユミちゃんはノリ悪いな。そういう問題じゃないと思うけどね。私はこれになります。何これ、金属の棒が2本刺さってるけど。さすが風見さん、テルミンのこともご存知だったんですね。つけられるあだ名みたいな名前の楽器は。テルミンというのはロシアで生まれた特殊な楽器で、本体に触れることなく空中にある手の位置だけで音程や音量を調節することができるらしいわ。榊さんも詳しいんだね。きっとネットしてたら偶然名前を見かけて、どんなマスコットキャラかしらって勘違いで調べたことがあるだけなのよさ。風見さんは何の楽器にするか決めたんですか？それじゃあちょっと面白くないわね。有事に似合いそうな楽器か。だったらアコースティックギターとかがいいんじゃない？
確かに似合うと思いますが、少し無難すぎるかもしれません。じゃあハーモニカなんてどう？港の出っ張ってるやつにこう足とか乗っけてさ。悪くないんだけど、アマネのチョイスはちょっと古いわね。うわ、その言葉結構ショックかも。それならバイオリンというのはどう？悪くない選択だと思います。もし決まらないようなら、お兄ちゃんも私と同じシンセにしてしまえばいいのよ。同じ楽器でいいなら、私と一緒にエレキギターやろうよ。それなら私も。なになに、こんなところで楽器なんか出してみんなでバンドでも始めるの？次の授業って5弦目の音楽は合唱のはずだけど。え？ほら、ここにもそう書いてあるでしょ。事情はよくわからないけれど、役に立ったのならよかったわ。ええ、学園長のおかげで少し懲らしめないといけない人間が出てきたみたいですから。平気な顔で誤情報を流した悪い子をね。二人ともちょっと待ってほしいのよ。間違いは誰にでもあることなのよさ。じゃあ罰を受ける覚悟も当然できているわよね、イリスさん。ユミちゃんまで。お兄ちゃんまでそう言うなら私も腹をくくるのだけど、その前に1分だけ時間が欲しいのよ。認めましょう。今から昼休みが終わるまでの間、私を抱えて逃げ回って。
マキナ、ここで幸を使うのは卑怯よ。卑怯でも反則でも勝てば官軍ってやつなのよさ。マキナ！うわわ！サッチ！二人から角が生えてこないうちに逃げるのよさ！本気になっても小峰さんが相手じゃ分が悪いわね。喧嘩はしちゃダメよ。絶対に追いついてやるんだから。さすがサッチ、アマニエとチルチルもすでに虫の息なのよさ。ぶつけた。見ないでよ。
どっちもよ。今はそんなことしてる場合じゃないんだから。どうかしたの？あのね、ここに入れておいたね、サムネがね、ラムネ？ラムネってラムネ菓子のこと？うん、そうなの、ないのよ。新しいのを買うわけにはいかないの？そういうわけにはいかないの。だってそのあれは特別なラムネなのです。特別なラムネ、わかった、もし見つけたら教えるわ。そうしてください。ユージ、なんだか今の態度怪しくなかった？そうよね、やっぱりおかしかったわよね。私も最初からそう思ってたのよ。ユミコが、ユミコがやったの。そういえばあの子ってば、いつになくラムネを欲しそうな顔をしてたもの。むしろラムネ顔だったもの。そりゃあもう、おやつは500円までですよって言われたら600円分ラムネ買っちゃうような顔よ。しかも食べないのよ、保存用だから。してたでしょ、あの目、ラムネの目をしてたもの。ラムネだわ。ねえ、ラムネなくしたんだって？買ってあげようか？いらないの、あのラムネじゃなきゃダメなの。まるで子供ね。ユージ、なんでこんなに取り乱してるの？ストレスなんて感じてないもん。みんなで一緒に探してあげるわよ。もう、その必要以上の優しさ、怪しい。え？普通のこと言っただけなんだけどな。正直に言いなさい、私は怒らないから。じゃあ目つむって。はい、あまねさん、手を挙げて。はい。やっぱりあんたが取ったのね。
この泥棒ラムネ。ちょっと今のは罠じゃないの。むしろ罠にさえなってないわよ。よしよし、さっちゃんだってきっと一緒に探してくれるから。はっ、もしかしてサチがやったのね。そうに決まってる。サチ、自分がやったと言いなさい。はい、私がやりました。ちょっと、もちろんです。何の話か全く把握していませんが、私の責任だというのであれば、それはもう 100% 私の責任です。おっしゃられるなら 100% 私に非はありません。さっちゃんがいると話がややこしくなるから、ちょっとあっちかどこか行っててね。はい、わかりました。残るは…ねえねえ、ボンバイエって何語なの？尻尾を出したわね。え？マキナに尻尾はないのよ。さあ、どこに隠したの？ちゃんと言いなさい。それを知ってるの？やっぱり。でも私だって鬼じゃない。今謝れば許してあげるから、白状しなさい。私の部屋？それで買いだめして隠してあるお菓子を山ほど盗み食いしたのよさ。
ああ、だからさっき廊下でお腹痛いって言ってたのね。ごめんなさい。まさかバレてるとは思わなかったのよ。悪いことしたから。ね、私に尻尾生えたの。悪いことしたから。大丈夫よ、尻尾は生えてないから。だってチルチルがそう言ったのよさ。あたいの尻尾どんなん？ふさふさしてる？それともシュッとした感じ？意外にぐっしょり濡れてたりとか。うんうん、尻尾はないからね。さっちゃんに言って胃薬もらおうね。ほらおいで。もう苦しいのよ。これも尻尾のせいかもしれないのよさ。うんうん、食べ過ぎだからね。となると、やれやれ、まさかこんなことになるとは思わなかったわ。風見裕二、あんたが真犯人だとはね。否定するところが怪しいのよ。こわっ、こわっぱってどういう意味なの？小さいわっぱってこと？わっぱって何？ああ、私を混乱させようとしているのね。妖怪、妖怪の仕業を疑うの？妖怪枕返しの仕業なの？枕を返すだけじゃないもん。時には頭と足の向きを変えることだってします。それ意味あんの？何のために存在してるの、あいつ。わかりました。あれだ、なんだ、まず机に座ってました。わかんない。だってこのポーチの中。もういいわ。ご飯、ラムネのことは忘れましょう。犯人探しなんて趣味が悪いわね。はーい、散会。いや、その、何？なんて言うのかしら。もういいのよ。だってラムネなんていくらだって代わりはあるでしょ。
こんないちいちラムネの一つや二つなくしたくらいで騒いでたらごめんなさい申し訳ござりません。はい、確かにこのサメの中に入っておりました。別に謝ったりしないんだからね。うっさいわね。そういうことじゃないのよ。謝ってはいるけど謝ってはいないのよ。わかる？このツンデレっぽさわかる？言われた場所へと向かうところです。それは大変失礼いたしました。てっきりアティカとばかり思っていて、渡航に向けて数日分の着替えを用意したところでした。そんな聞き間違いしないでしょう。ガイドブックを見ながら、皆さんへのお土産を買うならアテネによってパルテノン神殿かなと考えてしまいました。全く知りませんでしたが、それは本当に良かったですね。どこで見つかったのですか？え？それはそのあれよ、その。ミチル様、聞き取れませんが。ポーチの中にあったって言ってるじゃない。私がミスしただけよ。
の間違いを責めるのは心の貧しい人間のすることでしょう。責めていません。ミチル様の愚かな見落としであり、他人に責任を押し付けようとする腐った性根が原因だとしても、私は見つかってよかったですねと言っているではないですか。そんな言い方ないんじゃないの。事実ではないと。何？見つかったの？見つかったわよ。っていうか、なくしてすらなかったわよ。悪かったわね。迷惑かけて悪かったわね。私も失礼いたします。荷造りを解かなくてはいけませんから。何よ、何か言いたいことがあれば言えばいいじゃない。時はなかったのにな。これ絶対に妖怪の仕業じゃないかな。またマキナが新しい遊びでも考えたんじゃない？
横に。おお、サッチ殿、早速ですが拙者と共に城へ来てくださらんか。わかりました。かたじけない。チルチル様、サチ殿をお連れいたしました。ああ、うん、ありがとう。だからチルチルももっと役作りするのよ。さミチル様、何故私をお呼びになられたのでしょうか。ふむ、実はサチに用意してほしいものがあってな。何でございましょう。主はマムシご飯を作ることができるか。可能にございます。ならば今日の夕げまでに見事用意してみせよう。ありました。なんで芝居がかってたのかは聞かないけど、つまりうなぎが食べたくなったと。そうそう、土曜日は明日だからフライングゲットみたいな。一応言っておくけど、土曜の土曜は土曜日という意味じゃないわよ。え、そうなの。それ以上のことはきっとあなたの部屋のパソコンが丁寧に教えてくれるわ。でもよくマムシーなんて言い方知ってたわね。そう呼ぶのは京阪の方だけなのに。ふふん、昨日ネットしてる時にちょっとね。やっぱりパソコンから得た知識だったのよ。さ、
いるわよね。ネットの百科事典を少し覗いただけで自分が賢くなったように感じる人って。ボリューム少し下げてもらえる？はい。ま、せっかくの機会だし、今日の夕飯はみんなでマムシっていうのもいいんじゃない？サチのことだから6人分は用意してくるだろうし。というわけで、榊さんも参加だからね。別に、ただ小峰さんの仕事を増やすのが馬鹿らしいと思っただけよ。いや、ここでドヤ顔になられても。設定を維持するのも大変ね。はい、自分のことは棚にあげる由美子のことは放っておいて、早速料理の方に移りましょう。それではサッチン先生、どうぞ。お待たせしました。あれ、こう言っちゃなんだけど、さっちゃん少し汚れてない？すみません、材料の調達に少し手間取ってしまいまして。まあそこら辺においそれと売ってるような食材じゃないもんね。そうか。で、下準備にはどれくらいかかるの？もう少しだけ時間をいただければ。オッケー。それじゃあマキナ、サチの作業が終わるまでのつなぎは任せたわよ。ボブ、なんだい、ジョニー。
約束の時間までもう少しあるし、ひつまぶしでも食べて暇つぶししないか。おいおい、ジョニー、ジャパニーズジョークなんていつ覚えたんだい。それこそ暇つぶしにね。はあ、はっはっはっは。うん、ごめん、やっぱ先進んでいい。はい。サチ、そっちの具合はどう？あとはこれを火にかけるだけです。さすがサチ、持つべきものはやっぱりできる後輩よね。うっす。でも小峰さん、ご飯の方はその鍋でも炊けると思うけど、マムシの方はどうするの？この鍋で一緒に調理しますよ。へえ、そんな作り方もあるんだね。はい。ん？そんな調理法あったかしら。何あれ。何って、蛇じゃないの？蛇ね。ありがとうございます。そっちじゃないのよ。マムシっていうよりはヘビ全般？というより長い生き物が苦手なんでしょ？ごめん、私もう無理。うわ、チルチルが死んじゃった。じゃあさっちゃんが作った料理は後でミチルに食べてもらいましょうか。そうね。アナーキーの食べ物を押し付けるな！と思ったらすぐに生き返ったのよ。さ、ヘビ嫌いなのにマムシ並みの生命力ね。うまいこと言ったつもりか。それより
サーチ、私はマムシご飯が食べたいって言ったはずよ。はい、なので私もマムシご飯を作ったつもりなのですが。あんたが作ったのはマムシご飯じゃなくてヘビご飯じゃないの。ということはもしかしてミチル様が食べたかったのはうなぎの方だったんですか。そういうことでしたら、念のために用意しておいたこちらのうな重を。で、だったら最初からそっちを持ってきなさいよ。もう、出れるの？そうだよ。他に何があるっていうのよさ。そんなもん。ねえけどさ、だって思わね？あんなにごっつりと周りに壁作りまくって孤独を気取ってたら、なんかそのうちに嫌だ、そばにいてくれなきゃ嫌なのとか言い出しそうじゃん、あの黒髪。世の中にはクーデレって人種もいるのよさ。
そうそう、だからお兄ちゃんにも協力してほしいのよさ。んだ。なんか全然想像できないんだけど。ですね。私にはあの氷の霊障しか思い出すことができません。見てみたいとか思わねえのか、二人とも。そりゃちょっとは思うけどね。マキちゃんがどういう作戦を考えているのかわかりませんが、返り討ちにされてしまいそうな気がします。あのユミコにデレですって。あ、チルチルが反応したか。さすがはツンデレだな。見直したぞ。こんなことで見直すな。つか何を一体見直したのよ。わけわかんないわよ。へえ、ミチルは榊さんにデレがあるって思ってんの？
や、絶対にそう思ってるわけじゃないんだけど、その…その…何ですか？なんか、あの子全然笑わないからさ、ちょっと笑ったりとかしたら、それだけでもなんか安心するというか、そう思って。みんな黙っちゃって、私なんか変なこと言った？いや、なんか珍しく真っ当なこと言ったなって思って。らしくねえな、チルチル。あんたらね、ミチル様、普段のどうしようもない言動とのバランスを取るために、あえて友達思いっぽい言動を混ぜて均衡を保とうとするその心、私にはわかります。まあ、ミチルの言うことも一理あるし、あの鉄仮面さんにちょっとはニコニコしてもらおうってことならば私は賛成だけど。はい、私もです。おお、みんなやっと乗ってきたな。ユミちゃんに会ったら、とにかく褒めて褒めて褒めまくるのよさ。目と髪を褒め、服装を褒め、持っているペンを褒め、これはキャバレーの鉄則でもあるのよさ。えらくまた正攻法というか、馬鹿正直というか。褒めとけば機嫌よくなる生き物なのよさ。あんたもその生き物だって自覚ある？確かにストレートですけど、効きそうな作戦ですよね。そっか、そもそも作戦ってのはもうちょっとこう交渉で難解なやつの方がいいような気もするんだけど。こういうミチル様のようにパスタ食っとけば幸せみたいな生き物が大多数ですし、効果は十分に期待できるのではと思います。ちょっと何よ、パスタって何よ。そりゃ好きだけど、食べてるとき幸せだけど。好きなんじゃん。幸せそうですね。
おはようございます。おはよう、ユミコ。いつ見ても綺麗な顔してるわよね。榊さんは目が綺麗なんですよね。だから一層顔が引き立つ気がします。ちょっと何なの？そうね、でもやっぱり私は顔全体かな。小顔だし、顎もシュッとしてるし、そういうとこがやっぱり。ですね。全体的なバランスがいいから綺麗なんでしょうね。制服もすごく似合ってるし、ねえ、どうやったらそういうって、あれ？榊さん？ユミコさん？行っちゃいましたね。あら、珍しいわね、榊さんがここにいるなんて。この風呂なんか来るんだな。ちょっと。ふーん。ねえ、ここ座っていい？別に構わないわ。人の体を頭から足まで見て何の用かしら。いや、改めて見ると榊さんってバランスいい体してるなって。なんか運動とかしてんの？そうでないとこの体型は維持できないよね。私もちょっとだけ痩せてお尻小さくなったんだけどさ、榊さんの見てるとバカらしく思えちゃうよね、どうにも。ユミちゃんのが岡山の桃だったら、甘ねえのは植木のスイカだよな。いて！それはともかくとして、いい体してるわよね。これならユージだって。あれ、榊さん？やめてちょうだい。私先に出るわね。機嫌損ねちゃったのかな。なんだありゃ、生理か？おっさんみたいなこじつけの理由つけないでよ。別にあなたに用事もないもの。
それで何の用なの？だったら私は行かせていただくわ。それじゃ。ちょっと、あなたもあの一件に絡んでるの？その、急に何か私のことを。もういいわよ。失礼するわ。やり方がまずかったわよね。もっと自然にできたらよかったんだけど。そうですね。フォーメーションも不自然というか、ミスマッチでしたし。格好つけてんのよ。つか反省してねえ。パスタで満足するタイプではなかったということですね。だからなんでそこで私の方を見るのねえ。
見たの。どこに積むの？それはビーチパラソルと一緒に天音さんの車に乗せます。お弁当はちゃんと積んだ？はい、大丈夫です。ちゃんとトランクの中に積みました。トランクなんかで大丈夫なの？熱で腐ったりしない？効果が6時間持続する保冷剤と一緒に入れてありますから問題はありません。それじゃああとは、あとは何？なんか忘れてない？大丈夫ですよ。持ち物リストを参照しながら4回確認しましたし、出発前にもう一度最終点検を行いますから。油断してはダメよ。いい、こういう時に限って一番大切なものを忘れてくる。言うなれば忘れ物の天才がこの私。松島みちるだということを忘れないで。そんなことを自信たっぷりに元気よく言われましても。なんだかんだ言って結局チルチルが一番張り切ってるのよさ。そこ聞こえてるわよ。行きたくないとは一言も言ってないでしょうが、私はただ暑いのが嫌だって言っただけよ。
この私が忘れ物を？とんだお笑い種だわね。いえ、あのミチル様のお荷物は昨夜のうちに私がご用意させていただきましたので大丈夫かと。私の判断にミスはないわ。ああ、それならご心配なく。忘れないようにすでに服の下に着ていらっしゃいますから。私も下にセクシーな水着着てるのよさ。後で見してあげるのよ。もうね、私のちょっと出っ張った下腹部に視線釘付けで鼻血ブーンなのよ。ミチル様、どうかなされましたか？サチ、あのね、その水着のことなんだけど。もしかしてミチル様。ちょっと私寮に戻るからここで待ってなさいよ。いい、先に行ったら承知しないんだからね。あ、ミチル様、待ってください。私も行きますから。あの、というわけですので、すみません、すぐに戻りますので。もう、さすがの私も、あんな忘れ物会の勝ち組と比べられたくはないのよさ。どうでもいいのだけれど、一体いつまで私はこの炎天下の中で待っていればいいのかしら。私を子供扱いしないでもらえる？だから子供扱いしないで。いらないわよ、アイスなんて。
みんなもう準備できた？変ね。松島さんと小峰さんはまだしも、車を借りに行ったのなら須尾さんはもう戻ってきてもいい頃だと思うけど。何かあったのかしら。いつもの車を借りに行ったのなら多分学園北部の資材倉庫だからそんなに時間がかかる距離じゃないと思うけど。そうね、もう少し待ってみて、それでも来なかったら様子を見に行ってみましょう。海は逃げないけれど時間は経過するわ。私嫌よ、夜の海に入るのなんて。例えば？あれ？確かに嫌な説得力があるわね。何よ何よ、何なのよ。水着着てこいって言ったのはあんたでしょうが。っていうか私の水着姿見たんだから感想ぐらい言いなさいよ。どうして怒鳴っているの、この子。うるさいわね、放っておきなさいよ。とにかく、これなら水着を忘れることはないわ。こんな屈辱は初めてだわ。英語で言うと、オーマイガー。
ねえ、暑いし、私車の中で待っていてもいいかしら。いや、別に笑いを取ろうとしていたわけでは。ミチル様、お召し物を。遅かったじゃないのよ、サチ。ミチル様が早いんですよ。何せ全力疾走したからね。飛ぶ鳥の目を抜く勢いとはこのことよ。なんでしょう、いろいろと間違っていて軽くイラッとしますが、とりあえず服を着てください。その格好のままでは公女領族に抵触しかねません。いちいちうるさいわね。水着なんだからいいじゃないのよ。人をわいせつ物みたいに、まったく。まあまあ、私が着替えのお手伝いしますからね。あったわよ。大体私の格好なんて、おっぱい半分放り出して歩いてるあまねの普段着に比べりゃまだマシでしょうよ。そういえば、あまねさんはまだいらっしゃられないのですか？もういいんじゃない？無理してでも学園長の車にみんなで乗れば。でも、アマニーの車はツーシーターなのよさ。ごめんね、タイヤの空気圧調節してたら遅くなっちゃった。軽トラだからと侮っちゃいけないのよ。クラス唯一のスーパーチャージャーを搭載した4気筒 SOHC エンジン。前輪はマクファーソンストラット、後輪はセミトレーリングアームの4輪独立懸架。フ
ロントグリルに燦然と輝く6連星は WRC で培われたテクノロジーが惜しみなくフィードバックされた証なのよさ。あとはデフロックがついてれば最高なんだけどね。乗るの？いや、私は乗らないわよ。誰か他の人が乗りなさいな。私も遠慮させてもらうわ。学園長、同乗させていただいて構わないかしら。構いませんけど。ああ、ちょっとこら！何勝手に乗り込んでんのよ。まだ誰が何に乗るか決まってないでしょ。失礼ね。そんなに私の横に乗るのが嫌なの？私、あんたの運転するこの車の荷台で死ぬ目にあったのよ。いいえ、私は乗ったことないですけど、マキちゃんからはとても運転が上手だと聞いていますよ。お家の仕事の手伝いで毎朝市場まで野菜とかお魚を買いに行く仕事をしていたから、とっても運転が上手なのよ。そりゃ車が苦手な子もいるのよさ。私、今日はちずちずの車がいい。椅子がふかふかしてるし。勝手に決めてるのよ。私は天音の隣は嫌よ。どっちでもいいからさっさと決めちゃってよ。しないでしょうね。しかも負けてるし。こりゃもうあんたの反則負けね、ミチル。観念して私の隣に乗りなさいな。いやー、嘘でしょ。3回勝負よね。3回勝負でしょ。
チタバタしないの。あんたはユージより軽いし、あんたが乗った方が運転しやすいから、ほらおいで。平気平気、今度は荷台じゃなくて助手席だから、ちゃんとベルトしとけばもう落っこちたりしないわよ。ほら行くよ。絶好の海水浴日和じゃない？ねえミチル、あんた日焼け止めしてきた？今のうちにしておかないと窓側の腕だけ日焼けするよ。うるさいわね。おとなしく前見て運転しなさいよ。そんな必死に捕まらなくたって大丈夫よ。今日は学園長の車も一緒だし、のんびり走ってるじゃない。あ、なんか元気なのが来ちゃったな。うざいから道譲っちゃおうか。いるわよ。鬱陶しいから一気に抜きたかったんだろうけど、むちゃくちゃだな。ああいう子ってさ、自分が下手くそだってことに気がついてないんだね。そうね、車は安全運転が一番よね。ねえミチル、ああいう子にはあんた下手くそだよって誰かが教えてあげた方がいいよね。は？ちょっとアマネ、やめてよ。何する気？だから教育？あんまおちょけとると死んでまうぞって教えてあげなきゃ。やめてよ。ちょっとだけだってばね。
からほら、しっかり踏ん張ってないと頭でサイドウィンドウ割っちゃうよ。ほーら見えた。 1800cc のタボ突き転がしといてケットラに追いつかれちゃダメじゃん。ねえねえじゃないわよ。やめてって言ってるでしょ。追いついて何する気よ。うん、ケットラにお尻突っつかれればへこむかと思ったんだけど。あらら、県外ナンバーか。譲ってくれる気はないみたいだし、抜いちゃおうか。ちょっと、抜くって嘘でしょ。この先の直線で横に出るよ。いいのかな。この先のヘアピン、そのスピードで突っ込んだら死ぬぞ。わー、ちょ、嘘、やめてよ。平気平気、任しときなって。こっちのが車重は軽いんだし、負けないから。ちょっとブレーキ。は？ある程度速度乗ってないとコーナーの途中で失速しちゃうよ。クリップはもっと奥に取って。ここギャー！2速に放り込みながらブレーキで姿勢作ったらアングル決めて、あとはベタ踏み。あらら、まいったな。リアがリフトして跳ねちゃってるよ。このフロントヘビーはなんとかならないのかな。ちょっとミチル、あんた降りて荷台に乗りなさいよ。横向いてるって、突っ込んじゃう。下ろして。うん、平気だって。踏んでるうちはちゃんと曲がってくから。ここでビビってアクセル抜いたらそれこそ落っこちるわよ。あ、ほら出口が見えた。あらよっと。大丈夫だって言ってんじゃん。一度姿勢作ってアングル決めたら
あとはハンドルから手を離しても勝手に曲がってくんだからさ。見てて。じゃあもう一回やるね。もうこの時点で自分が進んでいく方向は見えてるし、進入ミスでライン外して落っこちるときはコーナー入った瞬間にわかるから、心配しなくても落ちる前にちゃんと落ちるよって言うわよ。やだ、ミチル、あんた泣いてんの？ミチル様、まだご気分が優れませんか？ああ、放っておいて。すぐ元気になるから。私のことは、置いていって、先に進んで。そうは申されましても、こんな場所でぼーっとしていては熱中症になってしまいますよ。せめて水着に着替えましょう。私が海の家までお連れいたしますから。まあ、というわけで、私たちは海の家で着替えてくるけど。そう、じゃあすぐに戻るからお願いね。私が何か？
何それ皮肉のつもり。あなたに言われなくても地味なのは自分で理解しているの？そうやってバカにしていればいいのよ。地味で面白みがないって言ったの。そう。ならいいの？何？海の家でサマーベッドを借りたから向こうの木陰で本を読むの。これからみんなで何かをするの？決まったら呼んでちょうだい。あれは照れてるんじゃないかな。ユージが水着を褒めたりするからだよ。え？変かな、これ。欠陥品かも。これ動くと横から胸がこぼれちゃうのよね。それがさ、あんまりきつく縛るとこうおっぱいがぼよっとはみ出すっていうか、なんか無駄にエロくなるっていうか、お歳暮のハムみたいだしさ。でしょ？ねえ、どう？似合ってる？これ海の家で着替え終わって出てきたらお店の人がタダでくれたんだもの。焼きとうもろこし食べる？エッチな顔してるかな。こっち見てんの？
そう？変かな。誰がどう見てもエロいことしてるようにしか見えないのよさ。どう？私セクシーじゃね？黒は女を妖艶に見せるのよ。アマネーに選んでもらったのよさ。へへ、いいでしょう。デザイン一緒で色違いなんだよ。そう？お、やば、こぼれるこぼれる。お、このぼっこりしたお腹が可愛いってアマネーは言ってたのよ。下手に隠すより思い切ってお腹出しちゃって黒い水着でコントラストつけた方が目立たないでしょ。勝負なの？もう少し休んでた方が。冗談じゃないわよ。せっかく海に来たのに休んでなんか。うえ。チルチル、しっかり。海はもうすぐそこなのよ。すごい執念ね。見たような。それはきっと先週のデイブ教授のアメージングアニマルで番組後半にやってたウミガメの産卵のシーンじゃないかな。おー、そうそう、それそれ。卵を産み終えたウミガメのお母さんが海に帰るシーンにそっくりなのよさ。チルチル、頑張って。あたし、ウミガメじゃないわよ。運転。うまーん。だから、あたしはガメじゃないってのよ。ミチル様、
何か私にお手伝いできることはないですか？情けは無用よ。私は石でも自力で海へ、海へ。おお、なかなかの根性な。じゃあチルチルのことはほっといて、私たちはいち早く海を堪能するのよ。さあ、待って、マキちゃん。若い人は元気があっていいわね。またそんな見えすいたお世辞を言って。どうしてそういう意地悪を言うんです？ずれっこ。呼んでるわよ。行ってきたら。私はいいわ。荷物番してるからあなたは行ってきなさいな。教員相手に真面目な顔してそういうこと言わないの。私、泳げないのよ。嬉しいけど、それはまた今度ね。はい、行ってらっしゃい。学園長の方はもういいの？あ、うん。ねえユージ、あんた泳げる？どのぐらいのレベルで？じゃあさ、マキナに水泳を教えてあげてくれないかな。いや、私もできればそうしたいんだけどね。泳げないっていうか、泳ぐと水着が脱げちゃうっていうか、ポロリとこぼれちゃうというか。私も
油断してっとパイオツがポロリしちゃうのよさ。失敬だなあ。これでも一応脇の下の全肉寄せ集めてんのよ。だからさ、軽くコツみたいなものをゆるっと教えてあげればそれでいいのよ。今日は遊びに来てんだからあんま本気にならないでいいんじゃない？そうやって何でも真剣に向き合うのは悪いことじゃないけど、たまには何も考えずに遊んでみたらどうなの？まあまあ、とりあえず浮き輪もあるし、沖まで行こうよ。そしたら、触らせてあげるのよ。じゃあ、私のも触らせてあげるからさ。ほらほら。貧乳だけど、ツンと上を向いたあたい。巨乳な上にエロいあたい。つまり両方欲しいと。もうお兄ちゃんから欲しがりね。エッチ。海にたどり着けないならせめて砂遊びだけでも満喫してやるんだから。よろしいのですか？何がよ。ミチル様がそうして砂と戯れている間に、風見さんはおっぱいに釣られて行ってしまいますよ。こんな立って歩くこともできない状態で私にどうしろってのよ。一言手を貸せと申し付けいただければすぐにでも力添えできますが。いいわよ、どうせ胸じゃ天音には勝てないし。わかりました。ミチル様がそこまでおっしゃられるのであれば、この小峰幸喜んでミチル様の砂遊びに加わらせていただきます。幸、こんなウミガメにも劣る私に優しくしてくれるなんて、あんたやっぱりいいやつだったのね。私のことはいいんです。それより頑張って原寸大プラハ城を作りましょう。うん、私も頑張ってプラハ城を作るって。原寸大プラハ城は現在のチェコ共和国にあるお城で、長さは約570メートル、平均幅は約130メートルで、世界で最も古くて大きなお城の一つとしてギネスブックにも載っています。それ、作れるの？大丈夫です。お城の外観は完璧に覚えてきましたから。
や、そういう問題じゃなくてね。さあ、ミチル様、まずは下地となるフラッチャニの丘の再現から始めましょう。ねえ、もうだいぶ沖まで来たんだし、そろそろいいんじゃない？ん？あ、そっち？まあ、いいけど。お風呂で毎日やってんのよさ。アマニー、ちょっと浮き輪持ってて。いいけど、何すんの？見よ、必殺だるま浮き。だるま浮きって何？え、そうなの？うちの地元じゃそんなのやらなかったけどな。どうなのよ。今度はクラゲ？なんとなくわかるけど、他の言い方はなかったのかな。レンジャー！何がいいのかさっぱりわからないし、これって楽しいの？泳ぎを教えてるんだよね。そうかな。何よそれ。怪物のことなのよさ。なんかお風呂に浮かべたザボンのようにでかいからバランス悪いのよ、きっと。まあ、確かに足の方から沈むわね、私。なんかさっきから顔出したまま平泳ぎしてるけど、もしかしてあんまね、潜れない人？いいでしょ、潜れなくても泳げれば。アマネーは脂肪が多いから沈まないのよさ。脂肪って言うな、もう。ねえ榊さん、あなたさっきからそうしてずっと本を読んでいるけれど、海には入らないの？ええ、自分から進んで入ろうとは思いませんね。
どうして？誰かが誘ってくれるのを待ってるの？別にそういうわけではありませんし、誘われたところで何らかの理由をつけて断ると思います。せっかく海に来たのに。そうおっしゃられる学園長はなぜ海に入らないのですか？私、泳げないのに。さすがにこの年でイリスさんと一緒にバタ足の練習をするわけにもいかないでしょ。つまり、技能的な問題で海には入れないというわけですね。まあ、そういうことになるかしらね。私は精神的な問題で海には入りたくないんです。精神的というと、海に何か嫌な思い出でも？いいえ、温室育ちを自白するようで恥ずかしいのですが、ただ単純に海はなんだか不衛生な気がして入りたくないんです。それはなんだかわかるような気がするけど、だったらどうして海に行こうって話が出た時に反対しなかったのかしら。それは普通に仲間意識というか、これでも一応わがままなお嬢様と思われないような努力をしているつもりです。一人で反発して貧縮を買うのも嫌だし、かといって仲間外れにされるのもごめんこうもると。そうです。おかしいですか？いいえ。ただあなたを見ていると、なんだか昔の自分を見ているようで面白いよね。とても地味な真似をしているという自覚はあります。笑わないでください。笑ってなんかいないわ。でもそうね、あなたには必殺の言葉を教えてあげましょう。必殺？ええ、必殺。私が学生の頃友達に教わったのだけれど、結局一度も口にしたことはないわ。一度も口にしたことがないのに必殺なんですか？え？だからあなたが試してみてくれない？私は何もしないでいいの？はい、お任せください。ちょっと、バーベキューはいいけどご飯は？私、晩ご飯はお米がないと満足しないわよ。いろいろ体力使っちゃったからね。それなら大丈夫です。今あちらで風見さんが飯盒でご飯を炊いてますから。ああそう、ならいいけど、あいつちゃんと炊けるの？結構上手なのよ。
風見くん、何か手伝うことはあるかしら。半合一つのもの、じゃないけど、私がいると邪魔？ええ、分かっているわ。あなたは何でもできるのね。見ていたけど、あなた泳ぎも随分と達者なようね。そうなの？なんだかあなたアウトドアとか好きそうじゃない。普段は山が多いのかしら。あなた中学校はアメリカだったのでしょ。どう違うの？それがあなたが海で最後に遊んだ思い出？だってその後キャンプに行ったのでしょ。そこでは遊泳はしなかったの？中学生にしては随分と過酷なサマーキャンプね。少なくとも私には絶対に無理だわ、そんな環境。そうね、ものの数時間で音を上げる自信があるわ。
気にしないでいいわ。いつもと違う環境というのはそれなりに価値があったと思うし、そもそも本当に嫌だったら最初から来ないの。私はそういう女よ。でも あなたがいなければ私は来なかったわ。きっと そういうことではなくて。おー、ユージ、お肉と野菜買ってきたよ。ご飯は？もう炊けた？じゃあさ、そっち終わったらこっちのかまどに火を起こすの手伝ってくれる？学園長が未だに独身の理由がなんとなく分かったような気がしただけよ。なんでもないよ。買い出しに行った時、ついでに買っておいたの忘れるところだったわ。ねえ、アマネ、ロケットは？ロケット花火ないの？ロケット花火は音が大きいし、ゴミの回収が難しいから禁止よ。花火といえばロケットでしょうよ。なんで買ってこないのよ。あんた去年の夏も同じこと言って、危ないからやめなさいって言ったのに、ロケット花火の大量同時点火して自爆したの覚えてないの？去年は去年、今年の私を去年の私と同じだと思ったら大間違いよ。何がどう変わったのかさっぱりわからないけど、とにかく今年は禁止。おとなしくドラゴンでもやってなさい。何を？ねえ、ちょっとユージ、あんた男なんだからわかるわよね。花火といえばロケット、爆発しないで何が花火よ。そう思わない？興味はあるけど、花火やったことないのよさ。ちょっと怖いのよ。
花火の後片付け終了しました。ご苦労様。さて花火も終わったし帰ろっか。私たちの学園に。そうね、そろそろ戻りましょうか。普段の私たちに。それはいいけど、帰りは私、浜根の隣はもう嫌よ。そんなに嫌わなくても傷つくな。帰りは上りだからちゃんとおとなしく運転するわよ。いいね、そのまま二人でどっか行っちゃおうか。やめなさいって。ちょうどよくマキナが寝てるから、あんたはマキナ乗せて帰りなさい。なんだよもう、冗談じゃない。そないケンケン怒らんでも。スオさんの場合冗談に聞こえないから困っちゃうのよね。な、学園長まで私をビッチ扱い？状況、セーブ。